2014年の第14回 JBC クラシックで勝利した時のコパノルッキーコパノルッキーは日本の元競争馬シュ馬である。主な勝ち倉はフェブラリーステークス柏記念 JBC クラシック帝王賞マイルチャンピオンシップ南部杯東京大賞展で GI 格相等のレース11勝は日本競馬史上最多である。 2012年12月の新馬戦でデビューし8着。翌2013年1月の未勝利戦で、初勝利を挙げると、続く500万条件にも勝利し連勝。ヒアシンスステークス3着を挟んで複量ステークスに、優勝すると、続く、兵庫チャンピオンシップを6馬審査で圧勝し、重賞初勝利を挙げた。その後東京優秀にへ向かう予定だったが、 右前頭骨の骨折が判明、全治6ヶ月と診断され、休養に入った。2014年は、GI 初出走となる、フェブラリーステークスから始動 K.I. レオーネとの抽選をくぐり抜けての出走であり、16頭立ての最低人気と、全く評価されていなかった。レースでは2番手を追走し、最後の直線で先頭に立つと追い込んできた。 北高たる前を振り切り半馬審査をつけて優勝。安城の田辺博信と共に GI 初勝利を挙げた。単勝最低人気の馬が GI を勝利したのは JRA 史上4度目。単勝27,210円は1989年エリザベス上杯のサンドピアリスに次ぐ GI 史上2番目の後輩党となった。その後は5月5日の第26回柏記念へ。 挑戦、勝利した。コパのリッキーは出遅れるも、バグンの外へ回り3コーナーで仕掛け4コーナーで、戦闘集団まで並びかけると、直線ではタバを圧倒する伸びを見せ勝利した。無知は2発入れたのみであった。馬主である小林の誕生日でもあり、騎手の田辺は、ちょっとしたプレッシャーも感じつつも勝利で飾れたことに、安堵した。今回の勝利により、フェブラリーステークスの勝利を、 フロックとみなされていたコパノリッキーへの視線が改まることになったとウェブファーロング2014で記事を起こした斉藤治は表している。斉藤は続けてコパノリッキーを向こう何年かのダート GI、J ープにー戦線で中心的存在となることは間違いないだろうとも表している。その後は11月3日に第14回 JBC クラシックへ挑戦、勝利を収めた。 騎手の田辺はずっと強いと思っていたから強いですねと聞かれてもそうとしか言えないとコパノルッキーへの信頼を改めて示した。調教師の村山は潜在能力は高くもう一つランクアップできると思います。とコパノルッキーのさらなる成長を期待した。2015年は竹豊が騎乗して東海ステークスから始動。4コーナーで先頭に立つとそのまま4馬審査をつけて、 優勝した。連覇を狙った、フェブラリー・ステークスでも2番手追走から逃げる、アドマイア・ロイヤルをかわして先頭に立つと、追い込んできたインカンテーションを、ハンバシンを抑えて優勝。フェブラリー・ステークス史上初の連覇を達成した。後日、レース中に、左頭骨炎異端骨折を発症していたことが、判明。全治については6ヶ月程度と報じられた。柏記念、帝王 マイルチャンピオンシップ南部杯のジェイプニー参勝。引退レースとなった東京大賞典は、コースターとから花を奪うと道中マイペースの逃げに、持ち込むと直線でも後続を引き離し、最後はサウンドトゥルーのおやげを振り切って歴代最多の GI ジェイプニー競争11勝目を挙げるとともに、優秀の美を飾った。翌2018年1月6日に、京都競馬場で、 引退式が行われ、1月10日付で、競争場登録を抹消された。引退後は、ブリーダーズ・スタリオン・ステーションで、種ぼば入りする。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。2018年にブリーダーズ・スタリオン・ステーションで、種ぼば入り。初年度種付け量は80万円120万円。種付け数は194頭となった。 2021年に初年度産区がデビュー。決闘登録されたのはこの年の新種ボバとして、最多の138頭。この年最初の2再戦である4月14日の、門別第6競争、JRA 認定フレッシュチャレンジを、ラブミードールが勝利して、新種ボバの初勝利第1号となった。ありがとうございます。